こんにちは、フットボールレディオの松です。2022-2023 シーズン UEFA チャンピオンズリーググループ C 第1節、インテル対バイエルンミュンヘンの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていきます。インテルのホームでありますジュゼッペ・メアッツァで試合は行われました。インテルはシモネ・インザーギー監督のもと 3-5-2 の形です。ゴールキーパーオナナ、3バックダンブロージオ、シュクリニアル、バストーニー、ウィングバック右ドゥンフリース、左はゴゼンス、3センタームヒタリアン、ブロゾビッチ、チャルハノール、で2トップにラウタロ・マルティネスとエディン・ジェコというような形になっております。で対するナーゲルスマンのバイエルンですねの方は基本的には 4-2-2-2 の形になります。ゴールキーパーノイアー、4バック右からパバール、デリフト、リュカ・エルナンデス、アルフォンソ・デイビス、ダブルボランチにキミヒとザビツァー、でコマンとサネ、2トップにミュラーとマネというような形になります。で、まあ、バイエルンはですね 4-2-2-2 なんですけど、基本的に前線はまあ非常に流動的に動くので、まあ、4-2-3-1 に変わったりとか、まあ、状況によっては変わったりはします。ただ基本的にはもうウィングは目いっぱい幅を取ることはなくって、まあ、ペナ幅までしか基本的には取らないので、まあ、そういった形で戦ってますよという状況です。はい、では試合結果と引きまして、合計スコア0対2という形でバイエルンが勝利いたしました。まあ、インテルからするとね、まあ、開幕戦ホームということもあって、まあ、相手はバイエルンですけれども、まあ、勝利を得たかったっていうところが、まあ、本当はね、まあ、狙いだったと思うんですけれども、まあ、バイエルンのね、まあ、ちょっとしたクオリティと、まあ、監督の違いが特にあったかなと思うんですけど、そこでまあ最終的にはちょっとまあボールを持たれる時間も多くて、シュートに持っていく数っていうのもやっぱりバイエルンの方が、2倍3倍4倍と、まあ、多かったっていうこともあって、ちょっとまああの、まあ、耐える時間っていうのがまあ多かったかなというような、まあ、感じでございます。はい、では、各チームの内容の方に入っていきたいなと思うんですけれども、まずはホームのインテルの方ですね。守備時のところからいきますと、基本的に 5-3-2 でミドルブロックを構えます。まあ、前線からのハイプレスっていうのはほとんど仕掛けません。なので、ある程度捕まえに行くっていうことは、こうチャルハノールだったりとかが前がかりに出てきて捕まえに来ることはするんですけど、バイエルンが3バック化するんで、ただその辺の強度のところだったりとか、その出てった時のその空いたスペースっていうのをバイエルンがうまく前線動きながら使ってくるんで、最終的にはやっぱりズルズル下がっていくっていうことになってました。で、ある程度スペースは埋めるんですけれども、まあ、バイエルンの連携でうまく崩されるシーンとか、まあ、あったりとかして、まあ、基本的に結構まあ耐える時間が多いと。で、問題はそこからなんですけど、そこから攻撃の局面に切り替わった瞬間のやり方なんですけど、結構ロングボールを多用するんですね。で、まあ、ジェコに対してボールを当てていくと。で、ジェコはまあ基本的にまあ中央から動かないし、ラウタロもあまり流れないんですよ。で、バイエルンのシステムを考えたときに、こう押し込んだ状況がバイエルン多くなってくると、アルフォンソ・デイビスとか結構高めの位置取ってくるんでね、そのサイドバックが空けた背後のスペースっていうのは、まあ、スペース空いてるんですよ。で、ここって、まあ、普段ドイツの、まあ、ブンデスリーガとかだと結構走ってくるチームだったりとかすると、まあ、トップが流れたりとか、まあ、インサイドが逆に飛び出してきてそこ使ってきたりとかするんですね。なので、こうジェコに対してボールを当てるっていうことは別に間違いじゃないし、実際中央で、まあ、ジェコが、配置されててそこにロングボール蹴ってもジェコが収めるみたいなシーンはあったんで、まあ、これは完全にジェコの質っていうところもあるんですけど、よりこうサイドに流れるような動きをすれば、よりこう安全に、受けることもできるし、スペースで受けることもできるし、時間も作ることができると。やっぱり中央で彼がポストすると、もし落とすっていうことはできるんですけど、2列目がちゃんと前に出てきないとね、まあ、落とすこともできないし、囲まれるっていうことも、まあ、ボールを難しく処理するっていうことも減ってくると思うんで、うまくこうサイドに流れるスペースを使った中でのポストみたいなものももっと使っていけたらよかったんじゃないのかなとも思うし、ラウタロだったりとかこの辺りももっともっとサイドに流れて、そこでボール受けて、そこからねまた、押し上がってきた味方を使ってまた組み立てていって、人が絡んできたらもうシンプルにクロス上げて、まあ、ジェコだったりとかねラウタロに当てていくっていうことを増やしていくべきだったんじゃないかなと思います。
なので結構ボン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 蹴ってくれるし、まあ、バイエルンのプレスが怖かったっていうところもあるんでしょうけど、バイエルンからするとあもう蹴ってくるなっていうことがある程度分かってたんで、まあ、多少やっぱやりやすかったんですよね。まあ、そのうちしっかりとうちの選手も対応してくるわというか、まあ、僕バイエルンのサポーターなんでね、まあ、うちの選手もまあ対応していくでしょうし、まあ、デリフトだったり、まあ、リュカね若干狙われてましたけども、まあ、しっかりと対応してくれるだろうから、まあ、基本的にはまあ問題なく、まあ、戦っていけるだろうって思ってたんで、まあまあ、ジェコの質にね、まあ、ちょっと怖いというかさすがジェコだなって思う瞬間はもちろんあったんですけど、まあ、とは言っても、シンプルにねやっぱこう中央にいるジェコに当てるだけの形だと、まあ、厳しいよねっていうのは、正直感じました。で逆に運びのところ、つなぐっていう局面になったりすると、まあ、ブロゾビッチとかがね、まあ、うまくこう降りてきてビルドアップに参加してくるんですけど、チャルハノールがですねちょっと高めの位置いすぎなんですよね。こうバイエルンがはめてくるものに対してこう浮いてる選手チャルハノールが若干浮く瞬間があるんですけど、やっぱりこうブロゾビッチが結構流動的にいろんなとこ動きながら顔を出すんですけど、こう開けたとこに降りていくとかそういったことがまあできてないというか、なんかフラフラーっとしてるんですよ。この辺はねもっとこう臨機応変に動いて、その味方の状況だったりビルドアップになった時にどういう風な立ち位置を自分が取れば味方のビルドアップに貢献できるんだろうっていうところをこうリズムでやっていけば分かるはずなんですけど、まあ、そこをちょっと感覚的にやってるのか、やっぱりどうしてもエリクセンがね、まあ、いた頃はエリクセンそういったとこ得意ですから、まあ、うまくいってたんですけど、やっぱりまあエリクセンとチャルハノールの質っていうところはやっぱりそのキックはね2人ともうまいですけど、やっぱりそういう理解度というかチームの状況に応じた立ち位置を変更する、まあ、サポート力だったりとかっていうのは、まあ、立ち位置の正常化というか、まあ、正常な立ち位置を取るというかね、まあ、その辺の技術っていうのはちょっとまあ歴然な差があるなと。だからチャルハノールを使うことは別にね、まあ、インテル、まあ、バレーラがね、まあ、コンディション悪いとかいろいろあったんでしょうけども、とは言っても、まあ、チャルハノールは結構気になってました。でプラスウィングバックのゴゼンスだったりドゥンフリースだったりとかが結構低めで受けてくれる瞬間があるんで、そこはやっぱ捕まえやすいし、そこでボール受けと、バイエルンからすると捕まえやすいということもあるんで、まあ、あまりそこまでボールをね、低めの位置でウィングバックが受けなくていいようなこう配置を組み立てていくとかしないとダメだなっていうのもありましたし、逆にこうウィングバックの選手がちょっと高めの位置取りすぎて最終ラインからの距離感が長すぎてパス通せないみたいなね、こともあったりしたので、そのあたりももう少しこうきっちりと、まあ、整えてあげるべきかなと。その間に人が降りてくるとか、してあげないとこうバイエルンが当ててくるものに対してこうその背後を狙うとかその一個先を狙うっていうことになっていたときに、バイエルンはどんどん出てきてくれる分その背後が開くん で開けば開くほどジェコがねよりこう状況のいい状態でボールを受けやすくなってくるわけですから、でバイエルンはよりこう後ろ向きの守備をね、まあ、する羽目になっていくわけで、後手後手の采配になっていくわけですから、バイエルンもバイエルンで結構ミスも結構多かったし、結構正直まあ普段バイエルン見てる身として、まあ、正直完成度はそこまで高くなかったんですよ。なので狙いどころっていうのはたくさんあったと思うので、そこをちゃんとリズムでやってれば結果も変わったんじゃないかなと思うし、それこそ1点ぐらいね1点2点ともしかしたら取れたかもしれないしね、まあ捕まりすぎてるところでね、まあ、逃げどころを作るっていうこともまあうまくできてなかったっていうこともあるんで、まあ、インテルからするとまあ、シモネ・インザギがね、まあ、このやり方を選んでるわけですけど、やっぱりその、ね、相手のやり方に応じた修正っていうのが、まあ、ちょっとできないのかなというか、まあ、ちょっと苦手なんだろうなっていうのは感じましたね。なんでそこで捕まってるんだろうとか、そこまでじゃあ運ぶための配置をじゃあどう変えていったらいいんだろう、この選手を降り、まあ、この選手が降りてじゃあそこのスペースにこうしてとかね、いろいろこうあるじゃないですか、人それぞれにね。その辺のまあリズムっていうところで、まあ、うまくできなかったのかなっていう感じがそのままもう結果に出てるかなと、はい、ってな感じですかね、はい、でもまあブロックを組んだ中での硬さはやっぱりありましたね、はい、で対するバイエルンなんですけど、まあ、個人的に今日のバイエルンの試合を見てて思ったことは、正直パフォーマンスはね正直良くなかったです。なんか普段バイエルンを見てる方もそうだし、バイエルンのサポーターの方々も多分ほぼ同じ意見かなと思うんですけど、まあ、ある程度しっかりとしたクオリティを見せる瞬間もあれば、まあ、結構ミスも目立ってたりしましたし、結構
判断をこうせかせて、ミスになってしまったりとか、こう連携のところでミスったりするシーンとかもあったので、まあ、チャンピオンズリーグのね、まあ、開幕戦っていうこともあって、ちょっとまああの前がかりに行き過ぎたっていうところもあるのかもしれないけれども、まああの僕の中で今日のバイエルンは60点ぐらいなんですよね。で、まあ守備の局面からちょっとお話しさせてもらうと、まあ、前線からのプレスでどん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 動作で圧縮かけていって、低い位置の選手どん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 捕まえていって、サイドに圧縮していってボール回収すると。で、ここはさすがにできてましたよと。で、90分通してこれが行えてたかっていうと、まあ、そこまで行えてなかったと思うし、まあ、できる瞬間っていうのはもちろんあるし、やってる瞬間っていうのも強度高い瞬間もあるんですけど、これをこう常にね、行えるような状況に持っていくためにもっとコンディションとかね、連携っていうところでもう少し上げていかなければならないのかなっていうところがある感じですかね。守備のところでいくと、まあ、ネガトラの速さとかもちろんあるし、囲みの速さも強度もある程度見せてくれてるものもあるんですけど、まあ、ちょっと、なんていうんだろう、物足りなさも若干感じたって感じですかね。あとはやっぱりこう、ジェコーがね、まあ、凄すぎたこともあって、彼にボールを収められて一気にこう、ハイプレスいなされるみたいなこともあったので、そこをどう対応していくのかっていうところも結構困りましたね。だからこれは、なんかインテルっていうよりももうジェコーにちょっと困ったなっていう感じに近いんですけど。まあ、ここもね、まあ、デリフトが一番よくやってくれてたと思いますけど、今日の最終ラインだと。まあ、ね、やっぱり僕がこの、まあ、バイエルンの、まあ、チャンピオンズリーグのこのグループ C で、まあ、バイエルンにとって一番使われたくないのはやっぱ高さのところとか背後のところだったりとか、こうボールを収められてしまったりとか、サイドでこう理不尽にね自分のフィジカル使って収められてしまって時間を作れるような選手が対戦相手だとバイエルン苦しむ傾向強いんで、まあ、ちょっと、まあ、しんどかったですね、この辺のところではね。はい。で、攻撃の部分になると基本的にまあ3バック化してパバール、デリフト、そしてリュカ・エルナンデスの3バックになって、デイビスが高めの幅を取って、まあ、そこまで高いところまで取らないんですけど、押し込んだら高く取るんですけどね。で、右はまあコマンが取ったりとかするんですけど、そこまでこう広く取らなくって、こうビルドアップのところで自陣からつないでいく瞬間のこうハーフラインぐらいまでは結構高めで、高めというか きっちりこう幅取ったりするんですけど、まあ、押し込んでいくとこうキューッと狭まっていくんで、バイエルン本当にこうダイヤモンドみたいな形になるんで、こうつなぐ瞬間こう末広がりで押し込んでいくようになっていくと、こうクーッと狭まっていくというか、で基本的にペナ幅で、複数人が絡んで、まあ、カオスを生み出して、得点を取っていくっていうことをするんで、まあ、本当にちょっとこう、まあ、武闘派なチームなんでね、バイエルンって、まあ、技術うんぬんっていうのももちろんあるんですけど、こうフィジカルスピードとか、まあ、ゲーゲンプレスとか、こういう、まあ、ドイツ人らしさというかね、細かな技術っていうよりもその辺で結構勝負するチームなんで、まあ、そこをねうまくこう利用するためにこのナーゲルスマンはカオスをね、まあ、意図的に生み出して、得点機会を増やすっていうことをやってるチームなんでね、今、まあ、そこでうまく作り出す瞬間はあるんですけど、まあ、最後のラストパスがちょっとずれたりとか、つなぎのところでちょっと簡単なミスしてしまったりとか、選手それぞれがねちょっとまあコンディション的にもまだしっかりと整ってないなみたいな選手だったりとか、ちょっとこう、状態もちょっと悪いのかなっていうようなプレーを見せる選手とかも、まあ、複数にいましたから、まあ、その辺はやっぱ若干気になるところと、あとはそうですね、やっぱりザビツァ・キミヒっていうこの2枚がもう基本ずっと使われてて、まあ、休みなく働いてるんですよ。で、ゴレツカがね後半から出てきてやっとこう復帰してくれて、まあ、カプセンには出てたんですけど、まあ、ゴレツカがね、まあ、復帰してくれることによって、まあ、もっとね、まあ、中盤をこうローテーションできるようになってくるし、やっぱりこう新加入のね、まあ、グラフェベルグだったりとか、まあ、そのあたりがまだまだしっかりと絡んでこれないので、まあ、バイエルンにいきなり加入してね、いきなりスタメン勝ち取るのは難しいですから、まあ、わかるんですけど、まあ、キミヒもね、まあさすがの技術と判断っていうところをね、まあ、見せてはくれてたんですけど、多分万全の状態ではまだまだなかったと思うし、こういつものキミヒのハイパフォーマンスっていうわけではなかったので、なんかこうバイエルンなんですけど、なんかバイエルンじゃないなみたいなシーンもところどころやっぱある。で、サネがですね、まあ、今回まあ得点は取ってるんですけど、まあなんて言うんだろう、ちょっとまあ感覚的にやることが多い選手なので、こう判断も難しいところを選んで しまいすぎるというか、その辺もね、
なんていうんだろう、よりこうカオスだったりとかこうシンプルに攻撃することが逆にバイエルン結構得意としてるところでもあるんで、もっとねシンプルな形で崩していく形とか、こうシンプルにフリーになってる選手どんどん使っていくみたいなこともやってもよかったのかなっていうのは、まあ、気にはなりましたね、うん、ぐらいですかね、まあ、バイエルンのところでいくと。そうです、あとまああれかな、ウパメカノかな、後半から出てたんですけど、やっぱりねテンパるんですよねこの選手。こう最終ラインからつなぐ瞬間になった時に、こう体の向きとこうボールの持ち方と視線でだいたい出すとこって読まれるじゃないですか。でそのなんていうか、なんていうんだろう、その姿勢だったりとか状態によって預けるところ、読まれやすいところをもうそのまま出しちゃうんですよこの選手、ポンって。でそこ読まれてそのままボール取られてカウンター食らったりとか、まあ、するシーンがあったんですけど、やっぱそこはね気になる、うん、まあ昨シーズンもそうだったし、まあ、今季始まってもこのプレー、まあ、ずっとその状態なんですけど、やっぱり現状こうプレーの判断とかその状況を見た中でのパスを出すクオリティだったりとかっていうのは、まあ、新加入ですけどデリフトの方が全然いいなっていうのは僕は感じてます。もちろんウパメカノもねめちゃめちゃ悪いっていうわけではないんですよ。ただ もっとなんかよりレベルの高いクラブが相手になってきて、そこ狙われたりしてくるとちょっと危ないなっていうのがこうあるんで、こうその辺はやっぱりしっかりと見つめていかないとこの先厳しくなってくるのかなっていうのは感じますね。だからバイエルン非常に今、まあ、リーグ戦でもね、まあ、ある程度結果出せるチームなので、こうウパだったりリュカだったりとか、まあ、このあたり その、まあ、ミスというかね判断のところだったりとか、ポジショニングっていうところでまだまだあらは出にくい状況ではあるんですけど、やっぱりこうねレアルマドリードとか、まあ、シティだったりリバプールだったりっていうところを、まあ、倒していかなければならないわけじゃないですか。バルセロナとかねチャンピオンズリーグで勝ち上がっていくためにはってなったら、やっぱりその辺のクオリティっていうのもやっぱりもっともっと上げていかなければならない。もういつまでたってもこうアラバの影を追いかけにていくわけにはいかないじゃないですか、ボアテングとアラバのね。なので、まあ、デリフトがねこの先中心になってほしいなっていうのは、まあ、ずっと思ってることではあるんですけれども、まあ、とはいってもリュカもね、まあ、あのウパメカノも、まあ、デリフトより先に入ってるわけですから、まあ、バイエルのフットボールにも慣れてるわけですからね、まあ、今ある程度リーグ戦とかでは使われてますけども、僕の中では今現状デリフトが一番いいのかなっていうのは感じてましたね、はい、かなぐらいかな。あとはまあムシアラがねもっと早めから見たかったなって思うぐらいかな。そうですね、あとはもっとマネをシンプルにもっと使ってあげても面白いですけど ね、はい、といった感じで、以上でございます。チャンピオンズリーグもね、これで第1節が全て終了したということで、まあ、他にもね同じ日程で時間帯で、まあ、大きなビッグマッチもあったので、そちらの試合の方もねまた試合の方見させてもらって、ラジオの方は投稿させていただこうと思っているので、また聞きに来ていただけたらなと思います。まあ、私はバイエルのサポーターなのでね、まあ、まずはしっかりと勝ち星を取れた、勝ち点3を取れたっていうことは大きいので、まあ、まずまずのスタートを切って、ね、まあ、嬉しい限りでございます。ただまあインテルからするとね、まあ、バイエルン相手だったっていうこともあって、まあ、非常に苦しい内容だったかもしれないですけれども、バルセロナだったり、まあ、プレゼニだったりとか、まあ、このあたりをしっかりと倒すことっていうことをまあ目指していかなければならないし、バルセロナっていうね、バエルにいたレバンドスキだったりとかハビーニャだったりとか、まあ、優秀な選手がまたいますから、まあ、同じようにボールを持たれる時間っていうのが多くなってくると思いますけど、まあ、同じようにね、持たれるんだったらその先のところのクオリティでどういう風な配置でバルセロナの弱点をついていって、逆にバルセロナに押し込むような状況が逆にリスクになるようなことをさせるのかっていうところも、まあ、インザギがどこまでこだわれるか作れるかっていうところになってくるかなと思います、はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、ツイッター、インスタグラムもやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。